はい、まあ前なんですが、ブドウちゃんですね。今日は、2019年の8月14日ですね。はい、姫路駅前に来てます。超大型の台風10号が15日午後には兵庫県に最も接近する見込みです。どんな状況か見て回りたいと思います。私が行ってるコワーキングスペースも明日休みなんですけども、今日はまだたくさんの人が駅前を利用しています。はい、フェスタのね、あの垂れ幕も今日は風が強いので閉まってあります。それに比べて三四百貨店は垂れ幕が飛ばないように定規しっかりしてあるんでしょうか。全然揺れてませんね。びっちり上手に引っ張ってあるようです。はい、JR 姫路駅前にやってきました。はい、姫路駅前書いてますね。台風10号に接近して、運転計画について、近づいてる8月4日午後から15時かけて西のエリア中心とする、あ、消えた。はい、英語とね、韓国語でもお知らせしておそらくあります。はい、駅の掲示板にね、お客様に向けて、お知らせがしたり、近畿ラインなども明日8月15日から以下の線区で列車の運転を見合わせる可能性があります。 JR 神戸線大阪姫路区間、阿公線相生播州阿公駅間、紀新線姫路駅から神戸駅間、万丹線姫路駅から和田山駅間、また近畿エリアから発信する特急列車の運転を取りやめる可能性も場合もありますので、今後の最新情報をご注目ください。 JR 日本ホームページ、 JR お出かけなどとか Twitter 公式などを見てくださいということで、英語と韓国語、日本語、中国語でも書いてあるようです。お客様に台風15号の接近したが伴い旅行を見合わせる場合、乗車券類を手数料なしで払い戻し出します。払い戻ししてくれるようですね。これありがたい。対象となる乗車券類はこちらですね。では西日本各線および山陽新幹線、北陸新幹線、金沢から上越、なんとかか、 JR 東海の各線および東海道新幹線、 JR 四国の各線、 JR 九州の各線および九州新幹線を発着または通過する乗車券類、8月12日から8月16日まで有効期間を含む乗車券類を払い戻ししてくれるようです。詳しくは JR 西日本のホームページ、 JR お出かけネットなどをご覧ください。こちら JR 姫路駅のね、中央改札口なんですよね。何回か台風の時に見に来たんですけど、ご覧ください、こんなに大きなお知らせが書いてあるのは初めて見ましたね。はい、JR 姫路駅出たところのすぐある、観光案内所ですね。はい、こちらには書いてありますね。台風10号の影響により8月14日15日は、小佐田ロペは終日運休します。風が強いからですね、運休するようです。はい、ここには分かりやすく英語でね、はい、じゃん、ここが姫路です。はい、こちらにしっかり書いてますね。姫路城、8月14日は開場、あ、明日8月15日は姫路城お休み。高校も同じですね。諸佐山ロープウェイは、昨日も今日もお休み。動物園は今日空いてますね。8月15日は休園。美術館、文学館、博物館、諸社の里なんかまだ今のところは不明なようですね。姫路市水族館は、8月15日お休み。手柄山温水植物園も8月15日お休みですね。姫路市平和資料館も8月15日お休み。手柄山遊園プールですね、市民プールも8月15日お休み。セントラルパークも8月15日お休みです。太陽公園、高速上島、高福ライナーは不明ですね。まだ小豆島フェリーは8月14日終日運休してますね。こちらは、伊丹空港行きリムジンバスは15日運休ですね。関西空港行きリムジンバスも運休15日、新木バス鳥取行きも運休、こちらは14日15日終日、16日の7時半10時半も運休のようですね。
有馬温泉行きます。15日運休、姫チャリ貸し出し15日貸し出し中止。姫リンクの姫ですね、山陽電車もちょっと情報ないでどうですね、子供の方も閉館閉館、これ日にち書いてませんけどどうでしょう、15日でしょうか。ちょっと姫路の種のブログのサイトの方にもリンクさせておきますので、概要欄から皆さん見てください。あ、なんと雨が降ってきましたね。雨がついに雨が降ってきました。8月14日、ついに雨が降り出しました。はい、こちらはピオレ姫路です。ピオレ姫路運休の案内はないですね。台風の前回前々回は運休の張り紙があったんですけど、今のところ張り紙はしてありません。雨が降ってきましたね。横を殴りほどでもないですけど、結構斜め横から結構強めに雨が降ってます。こちら観光案内所のね、情報では明日、お休みになるというフェスターさんですね。はい、前回の台風の時はね、ここに、休館のお知らせがあったんですけど、今のところお知らせは出ていません。はい、サンマルクさん。あ、休業のようですね、明日。台風が来てるので、行きまよ。明日お休みの店が多いようですね。皆さんもね、危ないんでね、家で待機するのをお勧めします。あと、山陽、三連とかね、新規バスも見てみたいと思います。姫路城もね、心なしかちょっと寂しそうです。はい、新規バスですね。はい、新規バスですね。今のところ、台風による影響のお知らせは、ないようですね。公式ホームページなどには載ってるかもしれませんけど、現場にはお知らせは出ていません。はい、明日、休止と書いてあった、観光案内所と書いてあった姫チャリにやってきました。こちらですね、書いてあるんでしょうか。あ、サービス休止のお知らせ。台風10号接近したが、すべてのサービス休止します。休止期間8月15日木曜日終日。再開は16日金曜日午前9時以降。天候状況を判断した上で再開とさせていただきます。キャトルズベストコーヒーも15日は営業時間変更になる場合がある。まだちょっと見てないようです。はい、三陽電車姫路駅にやってきました。はい、三電姫路駅もですね、いつも台風の時はここにお知らせが書いてある。スマウラ山上公園、台風15号接近につき14日、15日は臨時休園ですね。はい、列車の速度を低下される場合、運転を見合わせる場合がある。ということで、今のところ、お休みということは、書いてないですね。はい、こちらはお盆の運行状況である。台風の運行状況ではないです。はい、三千姫路前のロッカーですけども、コインロッカーの休止などのお知らせは、今のところないです。山陽百貨店は本日は強風のためこちらの扉は締め切りにしておりますのでご了承ください。扉が真ん中は、横から出てくるということです。はい、山陽百貨店もね、前回の台風の時はお知らせなんかあったんですけど、今のところ張り紙などはありません。はい、姫路駅前のね、台風10号の状況に、台風10号による運行状況をちょっと見てきましたけども、お休みのお店とか運転状況とか見てきましたけども、皆さんも明日は15日台風が接近しますので、お家で、ゆっくり過ごすのをおすすめします。それでは皆さん、詳しくはですね、情報サイト姫路の種のリンク先貼っておきますので、台風10号による影響などの記事を貼っておきますので、皆さんそちらも見てください。それでは皆さん、ご安全に。え、雨明日やろ。ごっついの来んの今から。今からもう雨なん。今からごっつくはないけど雨降りそう。ふんなん、自転車って早く帰らなあかんってこと？早く帰ります。